シャーフィー学派の有力な地域シャーフィー学派は、イスラーム共寸の派における四大法学派の一つ。シャーフィー法学派、シャーフィー派とも表記される。アッパース朝初期に活躍した法学者、アブアブドゥッター・ムハンマド・シャーフィーを名祖とする。ハナフィー学派やマーリク学派と比べた場合、大体において刑事的方言を重視するため、地域の監修に依拠する割合が低い傾向がある。 セルジューク朝の庇護を受けたため、一時は、イラン高原全域から、イラク、アナトリア、シリア、エジプトにまで勢力を拡大した。特に、ニザーミーヤ学院では、シュアリー派神学と、シャーフィー派法学が必須教科であったこともあり、11世紀以降はブルハサン・マーワルディー、イマーム・ハラマイン、アブル・ハーミド、ガザーリー、ナワビーなど巧妙な思想家や、法学者、ウラマー。 知識人を多数排出した。しかし、15世紀になると、ハナフィー学派によっていたオスマン朝やシーア派12、イマーム派を報じるサファビー朝の台頭によって、中東地域での勢力は対調することとなる。しかし、その後もイエメン、ハドラマウト、イラク中部やエジプトで勢力を保ち、特にハドラマウトの人的宗教的影響が強かった。 東南アジアやインドのマラバール海岸、コロマンデル海岸、アフリカ大陸東部ではむしろ勢力を拡大し、現在でも住人の多くはシャーフィー学派を信奉している。ありがとうございます。